河野外務大臣は4日、訪問先のパキスタンでアシフ外相と会談し、北朝鮮と外交官のあるパキスタンをはじめ、南アジア諸が制裁の抜け穴になってはならないとし、北朝鮮への圧力を最大限まで高めると、組に協力するよう求めました。河外大臣とパキスタンのアシフ外相との談、日本時間の4日午後に行われ、河大臣はパキスタンが核ミサイル開発を蹴る北朝鮮との外交関係があることを踏え、南アジア諸国が制裁の抜け穴になってはならないと述べました。その絵で、国連安保理決議の完全那覇も含、北朝鮮への圧力を最大限まで高ると、組に協力するよう求め、両外相、政策、変更を迫る必要があるという認識、一致、ました。また、治安が悪化する隣国、アフガニスタン情勢について、河野大臣はパスタン、アフガニスタン両国の安定、地、全体にとって極めて重要だとした。絵で、アフガニスタンで活動するイスラ、過激派組織の拠点が、パキスタン国内にあ、ことも踏まえ、テロ対策にさらに取り組み、よう求めるとともに、日本としても支援、る考えを伝えました。この後、河大は記者団に対し、北朝鮮に対する、再開の取り組みに全面的に協力してくる、いうことだった。